は、まあ、せめて念仏をして助けてもらえ。ね。僕は法然上人に やるよ。いやいや、そのことないんですよ。念仏の方が、他の修行よりも優れてるんだぞと、こう言うたのが法然上人なんですよ。で、これなぜかって、これね、なぜかというと、これは、本願の行であるね。本願、阿弥陀如来の本願の行である。阿弥陀如来の本願の行である。阿弥陀如来のね、本願、まあこれも本願とか言ったらまた本願が出てくるんですけど、阿弥陀の願い、願い。必ず救ってやるぞという阿弥陀様の願いです、ね。仏様の願いというのは必ずみんなを救ってやる。そして必ずみんなを仏にしてやる。これが仏様の願いなんですよ。必ずみんなを救ってやる。で、救い方、救う内容がね、仏様の教えことは違う。まあ、救う内容は。必ず仏にしてやる。ね。これがまあ、まあ、宗教の世界というか仏教の教えですね。仏様にしてやる、ね、いやいや、おしゃれな仏様にしてもらうよ。いや、宝くじも持ってく、当たった宝くじ持ってきてくれた方がよっぽどありがたいかなと、こうね、こういう考え方も当然それはあるけども、必ず仏にしてやるぞというのが、これはやっぱりこう宗教の世界、宗教の救いですね。それでやっぱりね、まあ、何とか話したことあると思うけどね、お経の中にこの話がある。お釈迦様がね、みんなにお話をしておりました。ね、お経の話ですよ。仏になるお話ですよ。ね、したら、一人の男が突然質問した。ちょっと待ってください、お釈迦様。ね、ここに集まっている人たちはみんな、あなたの仏教のお話をね、みんなありがたいありがたいと聞いておるようですが、正直私の気持ちを言うたならばね、そんな話聞くよりもね、黄金一枚でももらった方がよっぽど私ありがたいですよ。おそらくここに集まっている人も、口に並んでも私と同じようなね、思い出おる人はたくさんおると思いますよ。こういう歌詞面白いでしょうね。それはそれを静かに聞いておられたお釈迦様がこう答えた。ああ、そう。君はそれほど黄金が欲しい欲しいと言うなら、それは君で黄金をやってもいいんだ。ね。それを今を君は言うように、たった一枚。そんなもんじゃない。ね。接戦を倍にして、要は経典に出てくるんですよ。接戦。雪の山。ね。雪の山と書いて接戦。どこのことを言うとるかというと、ヒマラヤ山脈、ね、ヒマラヤ山脈、あれはだいたい雪の山とかね、雪の家とかいう意味ですからね、現地なんでね、いつも雪があるからね、せっせっと昔から地域の人は言うとったんでしょうな、雪の山。それで君はそれほど黄金が欲しい欲しいというのがね、たった一枚のことね、せっせんを倍にして、それを全部黄金に変えて君にやってもいいぞ、ね。そして、だがな、たとえそれだけの黄金を君が持ったからという、それで君の苦しみの闇がなくなるわけじゃないんやからな、とこう言ったという話があります。これやっぱ仏教という教えの基本ですよね、一番ね。一番基本ですよ。まあ、あまり宗教に関係がない、まあ、経済、まあね、それはもちろん、それは経済のことも大事なことですからね。まあ、そればっかり考えておったら、何もそんなね、そういうことは言わんでもいいじゃないかとなってくるけども、まあ、たとえそれだけの黄金を君は持ったからというね、それで君の苦しみや闇がなくなるわけじゃない。だから私は仏法を説くと、こういう大事な話であります。まあ、何度も言いますようにね、仏教とは、これは仏の説いた教えであり、仏になる教えです。仏にならしてもらう教えです。悟りを開かしてもらう教えです。ね、その悟りを開かしてもらうということが、これはもう涅槃の世界に入ることで、ね、涅槃の世界に入ることであり、本当に苦しみ悩みを超えた、ね、悟りの境地ですね。それを目指すのが
仏教ですね。まあ、それで、あれなんですよ。仏になる道として、まあ、大きく分けてね、まあ、自力の道、他力の道、ね、というものが出てくるね。まあ、何度か説明しておりますね。自力の道、他力の道って。我々がお流れで出てくる浄土真宗は、この他力の方ですね。自力の道というのが、一生懸命自分が修行に励んで、それで悟りを開かしていただく。ね。まあ、悟りを開かしていただくことが、これは煩悩を消すものの仏教であるの。まあね。まあ、煩悩を断ずるね。煩悩を断ずるんだね。煩悩を断ずる。そして煩悩を断ずることによって悟りの境地に至るというわけですよ、ね。それでこの我々が常にこう煩悩というものがある。まあ、これはまあ、これはまあ、それですからな。で、特に煩悩は数限りの煩悩があるんだけどね。特にまあ、三毒という。煩悩数え方はいろいろあるんですけどね、数え方はいろいろあるけど、特に3つの代表を三毒煩悩というので、これが貪欲ね、まあ無作煩の心ね、欲煩の心、貪欲を字が小さくなりますけど、せっかく書いたら消すのかなというか、これは特に三毒煩悩というか、我々の煩悩のね、代表的な3つを、特にこれ三毒煩悩、3つの代表ですね。欲の心、怒りの心、愚痴の心、情愛の金でね、自分の金で百八つくのも煩悩の数え方の一つです、ね。で、その煩悩、ね、だからまあ欲や、ね、怒りや愚痴、まあ、自己中心の勝手な心、自己中心の勝手な心とこう一般的には説明するできると思いますけどね、まあ、利己心にまだ誰のありますよね。そういう、まあ、自己中心の勝手な心、これをね、その煩悩とこう言うとるところが仏教の特徴ですが、煩悩というものです。それをエゴイズムとかね、自己中とか自分勝手とか言わずに、まあ平たい言葉で言えば自分勝手とかね、自己中とか、英語で言えばエゴイズムとかなんですけど、それは、それは仏教がする煩悩というの、煩悩ね、そういう自己中、エゴイズム、勝手な心、煩悩、それをその煩悩という字を出る、煩悩という字を、ね、そういう自己中の勝手な心が、ね、我々を災い悩ます元となる、災い悩ます元となるんだ。煩悩とこうこれを言う訳すのが、これは仏教の特徴、ね、煩悩、ね、そんなことは言ったけど、自分中心な勝手な心もないことには生きちゃいけんじゃないかとかね、あれはまあそういうこともあったから人間の文明もあったとしたんじゃないかまあまあそういう言い方もまあできんことはないけどね、できんことはないけども、結局それが苦しみ悩みのもととなるぞと教えるのが、これは仏教の基本です。まあそういえばそうなんですよ、やっぱりね、それはまあ生きちゃいけんからと思って一生懸命頑張るけどね、これはな、誰も生きちゃい、まあ、もう一人ばっかりでずっと生きちゃいけん、まあ、生きちゃいけんから頑張らなしゃあないじゃないかと、まあ、それはそうなんだけどね、頑張らなしゃあないと思って頑張ったってね、これはもういつかこれ命は終わりますねいつか命の終わらんものは、まあ、これはまあこれからどんどん医学を発達すればね、平均的にはこれはまあ、今よりはね、だいぶ伸びるだろうけど、
何ぼ頑張ったからでねえからね、頑張ったからで命の乗らんとこはこうわけじゃん。ねえ、それでそういうところもあるから、まあ人間世界もいろいろ発達したりだとか、まあそれも一つの理屈じゃあるけどね。こんならまあ大昔の縄文時代の人間とね、現代の21世紀の人間がね、どっちが苦しみ悩みが少ないだろうかとなると、これまた分かるんでしょ、うん、ああ特にまあね、人間の歴史を見ると、近年の人間の歴史を見るとね、まあ、人間同士の大きな争い、ね、昔は小さな日本国内でも、まあ、江戸時代になったら国内の争いだったりとか、明治になったら外国との争いが起こるしな、その後、今度はまあ、第一次大戦、第二次大戦ですね、大きな争いことが起こった。これはあんた、人間世界にいろんな、有効な武器やら何ができてるからな、有効な武器やら何ができるから、大きな争いことが起こった。それからもうね、それはあんまり歴史の過程の詳しいことは、細かいことまでは私は知りませんが、まあ、第一次大戦頃からね、もうこれは二度とこんなね、大きな喧嘩はやめよう、ね、人を殺し合うことはやめようと皆が思うてね、なんやかんや会議を開いてね、今までなかった国際連盟というものができてね、もう二度と戦争はしないようにしようって国際連盟を作ったんだけど、間もないうちに、あんたはこれあんまり自慢になることじゃないよな、この日本国自慢だけ、もうそんな連盟なんてまた出るって、ね、せっかく皆で決めた、皆で決めた平和のための国際連盟をね、あんまりこれは我々は自慢になるけどな、もうそんなのやりますこと言うから、わしは出る。出たのがな、残念ながら、我が国でな、皆さんご説明、国際連盟脱退。ね、そして、また大きな、ね、大きな大戦争が起こってな、第二次大戦という大戦争が起こって、ね、今度はあんた、日本も負けたし、また東の長崎にね、大きな爆弾を落とされてな、だから落とされたのは日本だけだったけどね、こんな大きな爆弾をどん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 落としたんじゃ、これはもう、それこそ、なあ、自分らも許しちゃいかねえと、もう二度とこんなことはやめようして、まあ、いろいろやったんじゃけど、相変わらず、これ、相変わらず、まあ、第二次大戦終わった後でも、あっちこっちで、現在でもね、もう何も変わらず、殺し合いが続く。ね。やっぱね、こういうことをやっぱりこう考えることによってね、こういう昔からね、まとめながら教えてくれたね、こういう教えというものをやっぱ、まあいろんな面で考えていかないから、ね、戦争のない社会を作らねばならんと言うたってね、やっぱこう根本的にやっぱこういうところから考えていかないね。まあまあそういうことでね、とにかく煩悩を離れていこうというのがこれは仏教の教えですね。そして悟りを開かしてもらおう。でそれについて自力の道、他力の道、我々がお流れをいただく浄土真宗は他力の道、自分の力で修行をいくら励んだってね、自分の力で煩悩を立ち抜くことはこれはもうできないことですね。ということで、他力の道を選ばれたのが、これはまあ、法然上人であり、また親鸞上人、ね。こういう人たちは一生懸命、自力の道を収めてね、自分の煩悩の心をね、欲も多く、いかれ払いですために、妬む心、煩悩の心を払いのけようと、一生懸命、まあ、法然上人も親鸞上人もそうですけど、比叡山で修行されました、ね、法然上人はここは長さから言ったら法然上人の方が長いですよ。法然上人は28年間、親鸞上人は20年間ね、一生懸命煩悩を払いのける修行に励んだんだけどね、どうも払いのけることができないという深い悩みの後、この他力の道な、煩悩を持ったままで救いをいただくというね、他力の道ね、阿弥陀如来のお救いによって救いをいただくんだという他力の道、本願を信ずる道にこう入られたね。
それでまあ法然上人、親鸞聖人40歳上ですからね、親鸞聖人の先生でもあるんですけど、特にこう今までの念仏というからね、他の修行に比べて劣った行であると、ね、ただ口に生身だと唱えるだけですからね、劣った行であるという考えだったのを、特にまあ法然上人のね、念仏の王者と、これは決して劣った行じゃない、上位二徳だ、ね、何かというと、これは阿弥陀様のね、本願に誓われとる行なんだからね、他の行とは違うんだ、自力の行とも違うんだ、仏様が決めてくれとる行なんだから、これはもう他の修行よりは優れておる、そしてまた口に捉えるんだから優しい行であるね。これがまあ法然上人の立場ね、念仏王者ね、念仏王者の立場です。でそれで結局1年たれんの問題が起こったのはね、結局念仏というのは一遍だけでいいのかね、いややっぱり多く唱えなきゃならんのかという議論がこう起こってきましたね。してまあ法然上人がもう亡くなった後ですけど、龍観という人は龍観も年上ですけどね、龍観という人がまずこの問題について念仏の多少は関係ないんだ、念仏が多いとか少ないとかいうことは関係ないんだということを言われました。それを受けた親鸞聖人がね、それはまあ念仏の多少は関係ないが、しかしそこでね、信心が大事だということをね、信心が大事ね、くずえ生身だと捉える、それよりも信心、その本願を信ずる心、仏様の救いを信ずる心、それが大事だということをこう親鸞聖人が詳しく述べたのが、この1年間のね、1年間の森なんですね。はい、それで、そこのお手元をね、1年を日が如くと思うまでということ、こう1年を一遍だけの念仏というものをね、間違いだと思うてはなりませんよということ。前も言いましたけど、この後になってきたらね、他念を日が如くと思うまでということ。まあ、親鸞聖人も基本的にこの龍観のね、この立場と同じことなんですけど、親鸞聖人の場合は特にね、この信心ね、信心というのが大事だということを、まあ、強調されたわけでね。ではちょっとそこを見ていきましょうね。まあ、豪願一切臨終時、荘園荘教出現前ね、出現前、という言葉であります。ここの場合は特にこの七高僧ね、親鸞聖人の選ばれた七高僧という方がおられるんですけどね、七高僧の方のご本がよく出てきますのでね、そこのところをちょっと、七高僧という方がね、これ七高僧というのは最後にね、みんなで歌を歌いますわな、あれ音読さんというんですけど、音読さんのね、四種知識ね、四種知識の音読をまたら、四種知識が七高僧なんです。特に親鸞聖人がね尊敬した七人の方ね、
まあ、本はね、むしろ入れた方がいいよね。特にこの7人はですね、7人を信者というのは特に尊敬されました。インド、中国、日本なんでね。この7人の方を特にですね、親鸞聖人は尊敬されました。まあ、その他力の教えをですね、他力の教えを我々に教え伝えてくれた方々だということでですね、他力の教えを我々に教え伝えてくださった方々だということで、特にこの七高僧を尊敬されたわけなんですね。この前のお手元の資料って13ページなのかな、13ページ、ね、13ページ、いつも最後に書いてますけどもね、音読さんというのは、これ如来大悲の音読は、如来大悲の音読はというのが如来師の仏様ですからね、仏様の大きなお慈悲の徳は妙子にしての坊主です。妙子にしてもこの御恩に感謝すべきであります。というふうに四種知識の音読は、四種知識とね、四種知識とこうあるね、この四種知識というのがこの七高僧さんです。四種知識の音読も骨を砕けても謝すですね。仏様の業は身を殺してもこの業に感謝しなきゃならない。そしてそれとこの四種知識ね、七高僧、他力の教えを我々に教え伝えてくれたこの七高僧の業もね、骨を砕けても謝すでした。このように述べておられる方々が七高僧ですけども、ね、最初の御門が、ね、今見ていきました、この最初の御門ね、10ページのね、これがあれなんですが、この人が中国の禅道のね、禅道の礼讃という書き物の中に出てきておる言葉なんですね。老眼実際臨終時荘園小教出現前東洋は業は常という眼は願う教養がある、まあ、常にだから業眼で、まあ、常に願い、今常にというは絶えぬも心をなり折に従うて時々も願えというなる、まあ絶えず折に従うて時々も願い、今常にというは情の義にはなる、まあ、ここで言う常にというは情の義、情の意味とは違いますよ。情というは常なること暇流れという心をなり、時として絶えず心として隔てず嫌わぬを常という、まあ平たく言えば業ということはね、まあ、折に従うて、まあ、常に思うことだけど折に従うて時々願いという意味だと、こう言うと常にもう一瞬も忘れることなく常に願いという常の義とは違う、うん、
情の美にあらず、情というは常なること暇なかれという心なり、時として絶えず、所としては隔てず、極まるを情というが、まあ、一瞬たれても、思いを離れることなしに、まあ、常にこう思ったけという、それとは違うと、この傲岸の場合の傲がね、うん、そして、まあ、一切臨終時というは極楽を願うよろずの史上、命終わらん時までという言葉になる。生縁生教というは、仏を王もに立てまつり、光をも見、異教も嗅ぎ、善知識の隅にもあんと思えとなる。まあ、一切臨終時、命終わる時、極楽を願おう、みんなの修行、修行を生きてるから、まあ、生きとし生けるもの、まあ、仏教の場合はね、生きとし生けるものという意味で、修行とか、あるいは無常、ね、あるという字を書いて、無常、修行とか無常とか言います。まあ、仏教の場合はね、特に人間だけということを言わずに、一切生きとし生けるもの、ね、一切生きとし生けるものが、仏の救いの対象だとしますからね。これが仏教の特徴ですよね。それで、よろずの修行という言い方、人間という言い方に修行、ね、命終わらん時までという言葉だ。命を終わらん時まで。小教遠教、まあね、優れた縁、まあ、優れた、まあ、環境というか、優れた修験とでも言いますかね。仏、仏をも見、奉り、光も見、異教をも嗅ぎ、この前の異教というのは、中がありますようにね、めでたき香り、常にない、絶えなる香り、非常にこの浄土のね、絶えない香りのことを、異教と。言うとですよ、異教で言うとなんか変わった匂いじゃって、こう悪い匂いみたいにこう引かんでも分からんけど、ここの場合は悪い匂いじゃなくてね、尊い匂いな、尊い匂いっていう意味ですよ、今日はね。そして善知識の勧めにも合わんと思えとなる。善知識というのはこれは、立派な先生、立派な仏法の指導者という意味なんです。善知識というね、立派な仏法の指導者。すみません、5番、ちょっと資料の5番の注釈ですけれども、うん、過去のところはすみません、抜けてしまってますが、これ命終わらん時までがそのまま入りますので申し訳ありません。はい、臨終時王の下の鍵過去文字入ってないですけど、命終わらん時までになります。が5になってるのが、うん、あの5番の注釈の、ああ、命終わらん時まで失礼しました。いいんやろ、はい、いいな、そのまんまですね、はい、いいわけですから。、はい、だからその今のところな、命終わる時までね、立派な匂いがして、そして、仏法の、立派な修行者の勧めにも会うと、こう思えると。出現時、まあ、ことごとく、まあ、現れる事故だからね。さまざまのめでたきこととも、目の前に現れたまえと願いとなると。まあ、こういうことです。ここでね、その、大事なことはね、大事なことは、結局、命終わるときの心構えとしてね、こういうことが述べられておるんです。これは今も言いますように、この禅道のね、この禅道の言葉によって、それを述べてあります。ね。で、そこでね、結局、命終わらんときまで、ちょうど今ね、ちょっとまあ、ちょっと説明がちょっとありましたよね。
実はここがね、こう特にこの中がついてるようにね、やっぱこれはね、親鸞聖人の、ね、独特の気持ちがここに現れているんです。ね。親鸞の独特の気持ちが。なんかこの中にちょっとこう、説明がついてるでしょ。ね。業願の具は元来、臨終業生を願ったものであるが、親鸞聖人は臨終時を、命を終わらん時まで、これはもともとはこれは命を終わる時というぐらいの意味ですよ、これね。もともとの意味は。一切臨終時というかね、一切臨終時というかね、これは命を終わる時、ね、一切のもの、命を終わる時、ね、終わる時に、結局、仏様のね、荘園荘教、ね、仏様のお迎えを、そこで、ね、お迎えが目の前に現れることを願いという、そういうことです。命を終わる時に、ね、仏様のお迎えを、ね、そこで願いなさい。出現時、仏様のお迎えが目の前に現れることをね、願いなさいというぐらいの意味なんですけどね、結局親鸞聖人はそれを命終わらん時まで、命終わらん時という、もともとは命終わらん時というぐらいのようなことなの、親鸞聖人の時に命終わらん時までと、こう独特の読み方をしました。で今に説明がありますよね、そのところにあるの、この句は元来臨終ね、合唱を願ったものであるが、親鸞聖人は臨終時を、ね、すなわち命終わらん時までをつけてと読むことによって、永世臨終を通して摂取者の利益の権限を願う意図したと。これがですね、まあ、またね、親鸞このもともとの意味は今も言いますよね、この禅宗のね、禅宗のこの文章を引いてね、禅宗自身の気分としてはね、命終わるときに仏様のお迎えがね、目の前に現れることを願えと、こういうこと、命終わるとき、それをまあ親鸞聖人はね、命終わるときっていう話に、命終わらんときまでと、命が終わる時よりずっとも以前から命の終わる時までというふうにこう解釈した、ね、それがすなわちここで説明がありますが、平成臨終を通じて摂取者の利益の権限を願おうとしたと、ね、だからそこにね、平成臨終だけ、ね、命終わるときに仏様がこう来てくれるという話にすごい説明があるように、平時、臨終両方、平時臨終ね、両方についてこういうこと、平時臨終を、通しても通じていただくとても言えるけど、これで、ね、摂取利益のね、摂取利益にこうなる、これがね、あれなんですよ、非常にこれは親鸞聖人のね、独特の言い方なんですね。それまでは臨終来向、日頃から仏様を信仰して、ずっとおればね、命の終わる時に仏様が来てくださるって、こういう言い方、ね。命の終わる時に仏様が来てくれるんです。だからいろんなこの絵を皆さん見られたことがあるでしょうけどね。ある病人がこう、もうね、もう命の終わる間際の病人がこう寝ておる。ただ、病人の枕元にね、
仏様がこうお迎えに来てくれると、ね、あれがもう蓮生外交、命が終わる時に仏様がこうお迎えに来てくれるんだという絵ですよ。ところが親鸞の場合はね、命の終わる時に来てくれるんじゃないんだと、こう言ってくれた。命の終わる時に来てくれるんじゃないぞ。何でかって言ったらね、結局もう平生の時から、平生の時というのは仏様を信ずる心が起こった時から中なんです。仏様を信ずる信心が起こった時から、もう結局摂取不捨ね、信心が定まった 時に摂取不捨の御利益を賜る。仏様の救いの中に納め取られて捨てられない利益を賜るんだと、これを念頭のに言われたのが信頼なんです、ね、命の終わり際にこう仏様が助けてくるじゃないんだと。仏様を信ずる心が定まった時、これはまあ信心に定まる時って言うんですけどな、信心定まる時に結局大きな救いに入る、信心定まる時、これがやっぱりね、信心定まる時で、これはこの平時ね、平時、これは平時ね、平時の時から、これは信心定まる時からだというんです。これが非常にまあ浄土真宗のね、まあ大事なところであり深いところね、信心定まる時。往生様、これがまた現象症状時のお話です、ね、まあもう5年目になるから、まあ、同じようなちょっとでも何回か出てくると思うけど、真珠さまった時に現象症状時の見えるところです。真珠さまった時また現象症状、信心定まったときに現象症状、ね、信心定まるとき、ね、もう救いの中に入る、ね、これがね、あの時々これはまあ細かなことになりますけどね、実行安心というのはね、実行安心、実行安心、これはね、どういう間違いかというとね、阿弥陀様が仏になるのはなったのは実行の昔じゃ、ね、実行の昔に阿弥陀様が仏になったんだからね、弥陀成仏のこの方は今に実行を経たまり、仏様が阿弥陀様が仏になってくれたのはこれは実行の昔ですよ。しかし実行の昔に我々がもう摂取不捨の救いの中に入るかと、それは違います、ね、我々が救いをいただくのはこれは信心の定まるという、ね、実行の昔に阿弥陀様が、ね、仏になってくださったんだけど、実行の昔からもうね、こう摂取不捨の利益のある方、救われとるっていうんじゃないんですね。救いの定まるのは信心の定まるとき、ね、でその時に摂取不捨の利益に預かる、まあそういう意味合いがありますので、信頼人がね、まあ、ここで中にもありましたけど、ね、命終わらんときまで、ね、命終わらんときまで、ね、そういう消炎症狂、出現前、消炎症狂、出現前、もともと禅道の意味そのものは、一切臨時の時、消炎症狂、ことごとく現ずるということだったけど、親鸞禅は、臨時時というこの、ある時間にこう、
制限するんじゃなしにね、臨時王の時まで生かさせてもらうと臨時王の時までです、ね、だから結局信心定まった生きとるうちから信心定まった身となってね、臨時王の時まで仏様を心に浮かべなさいと、こういうことですね。まずこう親鸞聖人のね独特のこうお考えが出てますからね、そこと、それがまあ私の言いたいその本当の喜びを知るという、死なないことを言うんじゃない命ある間からこのことをよく頂戴していこうという、この私の気持ちです。今度はちょっと休憩を入れましょう。じゃあちょっと待って。